フィクストコーンスリーブ弁の動作フィクストコーンスリーブ、弁からの放流フィクストコーンスリーブ弁は、バルブの一種で、感度の末端に、円錐状のコーンを固定し、スリーブ状の弁体を動かすことで放出する、水の量を調節するものである。1935年に発明されて、以来、設計者であるハウエルとバンガーの両者から名を取って、ハウエルバンガー弁とも呼ばれている。 放出された水は高温にガイドされて広範囲に拡散し、その際に霧吹きと同様の原理で周囲にある空気を取り込むので、水の運動エネルギーを大きく削ることができる。また構造上、水圧が平行して弁体に加わり、さらに弁体が管路と平行に開閉するので動作が軽くスムーズで任意の量の放出を長時間安定して継続できる。 高い水圧のかかった状態の水を、その勢いを低減させた状態で放出しなければ、ならない場面で有効とされ、主に多くのダムにおいて、その下部に装備される。ダム湖に蓄えた水を河川に放流する際、フィックストコーンスリーブ弁ならば、川床の潜屈を抑えることができる。中には、バルブ周囲を一回りほど、径の大きな管で覆い、 放流水の不要な拡散を抑えるようにした例もある。ありがとうございます。